横内隆造7月7日体は、日本の実業家、銀行家、弁護士。日本銀行の人事局長や北洋銀行や、札幌北洋ホールディングスの代表取締役、会長、第二地方銀行協会会長、松本観光大使などを務めた。第一東京弁護士会所属、長野県出身。長野県松本福祉高等学校を経て、 京都大学法学部卒業後、日本銀行に入校し、大分支店長、電算情報局長や人事局長を務める。2000年に第一東京弁護士会に弁護士登録をして、田辺総合法律事務所に入所した。2003年に、札幌北洋ホールディングスの監査役に就任し、翌年にはその子銀行であった、北洋銀行の執行役員副頭取に就任する。 さらに2005年に札幌北洋ホールディングスの代表取締役副社長と北洋銀行の代表取締役副頭取を経て2006年に札幌北洋ホールディングスの社長及び北洋銀行の頭取に就任した2007年には第二地方銀行協会会長に就任して2009年5月まで務めたほか 2010年から2012年まで松本観光大使を務めた。2012年に札幌北洋ホールディングス社長と北洋銀行東鳥の座を石井順次に譲って両社の代表取締役会長に就任した。なお、同年10月には札幌北洋ホールディングスは北洋銀行に九州合併となる。2013年11月財務省北海道。 財務局国有財産北海道地方審議会会長。2018年3月に代表取締役会長を退任した。ありがとうございます。